高木純子さんです。よろしくお願いします。このスパイスですけど、なかなかうまく普段の料理に使えないんですよね。そうですよね。うん、今日はだから普段のおかずに使おうと思うんですけど、はい、私もスパイスが大好きでね、いろんなのこう並べてるんですけど、で外国行くとまた買ってきたりとかね、なかなか使わなかったりするのもあるんですけれども、ほとんど毎日何かは使っているかなと思います。でこのスパイスっていうのは、たくさん入れる必要なくって、少し加えるだけでお料理にアクセントが出て、さらにより美味しくなりますので、まあ、食欲も増しますし、それからいろいろお魚や肉の癖も取ってくれるので、そういう働きがあるスパイスの今日は魅力のお料理をいくつかしたいと思います。はい、楽しみです。さあまず教えてくださるのはこちらです。はい、黒胡椒たっぷりのアサリの酒蒸しです。はい、これはこれはですね、もうおなじみなんですよね、酒蒸しっていうとね、はい、でも黒胡椒を入れることによってちょっとピリッと大人の味になると、それから優しい味ととてもよく合いますので、今日は豆苗も一緒に蒸しますので、アサリの旨みを吸ってとても美味しくなります。わー、素敵な一皿ですね。はい、では教えていただくんですが、まず主役が黒胡椒ですね。はい、そうです。黒胡椒ってこれがホールって、これが本当の粒の胡椒なんですね。で黒いのと白いのありますけど、今日は黒で、これを粗く引いたものがこの粗挽き黒胡椒になります。はい、で今日はこちらの粗挽きを使います。おうちにラーメンなんかにかけるのは、もっとこれを細かくした粉末に、はいはい、あれよりもこちらの方がちょっとこう噛んだ時にピリッと香りが出たりして、また風味が違うんですよね。いいですね、おすすめだということです。はい、そして合わせる主役が、はい、今日はアサリです。アサリはですね、だいたい砂抜きで売ってますが、砂が抜けてない時には 3% 程度の塩水にゆっくりとこう静かなところに置いていただいて砂を抜きます。はい、うん、で抜いた後きれいに洗いますが、洗う時に気をつけることは、こう殻と殻をこうして擦り合わせると、ここのところで汚れが、この筋に汚れが入っているので、こうしてこれをしないとね、なんかちょっと嫌な匂いになってたりするんですね。でこうして 2,3 回お水を変えて擦りながら洗ってください。表面の砂とか汚れもちゃんと取るってことですね。はい、そういうことですね。はい、さあこれを酒蒸しにしていきます。はい、お鍋にですね、まずお酒を入れます。でこれお酒ですね、大さじ3です。それから塩ですね、塩もちょっとでいいですね。はい、結構塩気がありますので、はい、これで中をまず沸騰させてアルコールを飛ばすわけですね。はいはい、もうお酒しか入ってませんのでね。でこれでもうだんだん表面、はい、表面が揺らいできてますし、もうこれで沸騰してきますよね。してきましたら、ここにニンニクです。ニンニクのみじん切りを入れます。はい、2分の1かけ分です。はい、それから生姜の千切りを入れます。でこちらも2分の1かけ、はい、でさあこれでもう沸騰しましたよね。はいはいはい、そうしましたら、ここにアサリを入れます。そして今日はここに豆苗をそのままもう根っこのところを切ってしまって、このまま入れるんですね。上にアサリの上に乗せるだけでも十分です。そしてここを蓋しますね。でこのまま蒸していきます。はい、で一回ちょっと1分ぐらい経ったら様子を見ますけれども、うん、もうこのまま蒸していってくだされば出来上がりなので、すごく簡単なお料理ですよね。ですね。ただ気をつけるのは、やっぱりお酒を使っていますので、はい、最初にアルコールを飛ばすっていうことが大事かなと思いますね。はい、でこれでもう、うん、口が開けば、もうアサリの口が開けば出来上がっちゃうということなんですけれども、もうこのお料理はもう本当にスタンダードなんですけれども、豆苗を入れないとちょっとなんかおつまみっぽくなりません？ はい、おかずになりにくいんですけど、豆苗を入れることによっておかずになるんですけれども、ね、ちょっと青みがあるだけでね。で今日はしっかりとした豆苗をしましたけれども、なければかいわれな、かいわれ、はい、それから水菜、水菜とか葉物の、はい、はい、グリーンの綺麗な葉物を上にちょっとたっぷりと乗せていただいて蒸すと、この香りも良くなってきます、ね。あ、そうなんですね。さあ1分ほど経ったようです。はい、はい、そうしましたら一回これを開けまして、ね、でここでちょっとね、ここでね、アサリにこう刺激をちょっと与えておいて、重なりとかないあんまりないようにしてもらう。口が固い焦げるわけですね。そうです。でこうしてこのまま、はい、
2、3分蒸していただければ結構です。しっかり口が開くまで、はい、ということです、はい、そういうことですね。はい、そしてこれで口が開いてるかどうかは一回チェックしてます。はい、そしてですね、トントンってやったり刺激があるとパカッて開きますので、そうしましたらもうこれでチェックして、これで出来上がり、みんな開いてるかいと、はい、そう、貝だけにね、はい、これを盛り付けますね。あ、ごめんなさい、肝心のこれからですね。さあ登場しました、これを引きながら、はい、こうすることによってピリッとして、うん、ちょっと大人の味、大人な酒蒸し、いいですね。大人の酒蒸し。あ、でもこのちょっと青い香りっていうんですか、はい、豆苗の香りもいいですね。で、これを盛り付けますね。わあ、酒蒸しってこんななんかこう立派な一皿に見えますけど、簡単でいいですよね。これね、和食にも洋食にも中華風の献立にもこのお料理は合うんですね。だからどのところでもおかずとしてこう成り立ちますの で、 でちょっとね、豆苗を今日上に乗せたいと思います。ちょっとこうすることで よってちょっと豪華感も出ますし、はいはいはい、いつもと違うなっていうのがあります。で、汁をかけて、そしてさらにですね、これでごめんなさい、これでお、また上からまたこうちょっと振っていただけるといいですね。まあ好みなんですけどね。これで出来上がりです。わー、グリーンも鮮やかで初夏らしい一皿ですね。黒胡椒たっぷりあさりの酒蒸しです、ね、ニンニクと生姜も入って、みんな美味しく、いただきます。あー、ほんとだ、美味しい。あの、いろんな旨味が、ニンニクの生姜も味もしますし、豆苗の香りも、香りもまあさりの方にいいですね。豆苗にはあさりの旨味が染みて、うんうん、でそこにちょっとピリッとこうする胡椒がピリッときました。このピリがまた癖になりますね。そうなんですね、うん、であんまりひどく辛くもないし、そうそうそう、ちょうど、ね、加減がいいような味ですよね。はいはい、程よい刺激を感じられます。はい、さあ材料をおさらいしましょう。アサリは口が開いたら火を止めます。身が固くなるので加熱しすぎないようにしましょう。黒胡椒は、火を止めてから加えます。アサリの旨味に黒胡椒の辛さがぴったりの一品です。さあ続いては鶏の唐揚げウーシャンフェン風味。はい、これはね、はい、ウーシャンフェンという香りの強い中国のスパイスを下味によく揉み込んだ唐揚げなんですね。もうこれだけでグッと味がですね、本格的になります。あの5つの香りの粉と書いて、はいはい、ウーシャンフェン。あんまり私使ったことがないんですけども、ちょっと教えていただけますか。はいはい、真ん中がウーシャンフェンなんですね。これがウーシャンフェン、はいはい、でこれ5つですから、ここにありますようにチンピ、これがチンピですね。チンピだとか、これがクローブって長寿、はい、でこれは八角、でこれはシナモン、ケーヒですね、はい、でこれがあのフォアジャオといって中国山椒ですね。日本の山椒とはちょっと違う。それを細かくあのすりつぶして粉にしたものがウーシャンフェンと言います。これね、どんな香りかってちょっと嗅がせて、はい、あーすごいうわっと、なんかお腹がすく香りっていう、なんか刺激される香りです ね。中国4000年の香りって私時々言うんですけど、うん、でもなんかすごい複合的な、いろんな香りが入ってる感じしますね。これがお料理にどうなるのか楽しみです、はいはい、で鶏の今日はもも肉を使って唐揚げをします。はい、でもも肉1枚を6つに切っています、はい、でそこにですねお醤油です。はい、下味をつけていくんですね、はい、醤油が大さじ1、はい、それからお酒ですね、酒小さじ1、それから生姜の絞ったもの、生姜汁ですね、はい、小さじ1です、はい、ここにウーシャンフェンが入る。これを揉み込むことによって本格的な味になるということですね。小さじ2分の1入るだけでもやっぱ違ってくるんですね。まあ、好みでね、お好きでしたらもうちょっと入れてもいいんですけど、スパイスって本当にちょっとから、まあ、好みでたくさん入れてもいいですし、入りすぎると嫌っていう人もいますし、ちょっと入るだけでも違ってくるわけですね。こうしてよく揉み込んで、はい、しばらくこうしてつけておきます。10分から15分ぐらいでいいと思います。はい、そしてこれがつけたものなんですけれども、色がこんなに、色がもう、はい、こんなちょっとね、そうですね、こうウーシャンフェン色というか、お醤油も入ってますしね。そう、もうこれで香りしてますもんね。でこれの汁をこうしてこういうことでいいんですけれども、切りながら
こちらに移します。これは衣をつける前にしっかりこの汁を取っておくってことですね。でもこういうぐらいでいいんですよ。こうして取っておいてください。ペーパーとかで拭いたりしなくても大丈夫、はい、いいです。はい、でここに卵を入れます。はい、溶き卵が1/2個分です。これを混ぜます。そしてこれが小麦粉とそれから、片栗粉と半分ずつ入れたものですね、はい、でこれを大さじ1杯半から2杯、はい、これをこうして、両方こう混ぜ合わせるっていうのは、これはですね、片栗粉ってねサクサクするんですね、はいはいはい、でも剥がれやすいんです。で小麦粉はどっちかと粘ってくるので、うん、両方つけることによってそのサクサクも落ちない、うん、しっかり衣をつける、はい、でこれをですね、はい、このまま160度の油で 3-4分揚げていきます。はい、さあこれを揚げていきますが、今こちらにご覧いただいているのがすでに揚げ始めております。そうですね、もう160度でもう、2、3分経ったものだと思います。160度ってちょっと低めの温度ですか？入れた時にね、あんまりね、あのジャッとも言わないですね。でこれを時々こう返しながら揚げてってください、はい、このように返しながら揚げてってください。このゴロッとした感じがいいですね。でこれでもうあのだいたい火が通ってきましたら、火を強くしまして、強火にして、はい、そしてこれでちょっと最後余分な水気を落としてカラリとさせて揚げるということになります。唐揚げ二度揚げなんて言いますけど、そういう効果が、そうです、同じことですね。最後に強火で火を強くして揚げていきます。でもなんかもう見るからにあの衣がカリッとしてる感じが分かりますもんね。これが小麦粉と片栗粉、そう効果なんですね。両方入れる方がいいですね、揚げるときにはね。ここでも香るのかな。あ、少し香ってますね。なんとなく変わってきます ね、うん、で今これ火が強くどんどん上がってきたので、はいはい、音がちょっと違ってきましたよね。この中の音がこれグズグズって言ってるのがね、だんだん温度が高くなってくる、高い音になってくる、ピピピピピピっていうような、私のかなりだけに関して高い音になってきたら、はい、もう上がってきたよということなんですね。音ってね、ちょっと料理は覚えたいですね。見た目だけじゃなくて、そうですね、うん、だいたいなんか私なんかはこうやって他のことやってても、うん、こう音で置いて、音で、あ、もう上がってきたわっていう、すごい、だいたいわかる。でこういう時にはちっちゃいものから上げていきましょう、はい、なるべくね、こうやって上げていきます。火通りが早そうなものから、はい、そうですね、なるべくこう触りながらしてるとわかると思うんですけれども、こうして上げていきます。あー、いいですね。ここでちょっとこう油を切ってさらに置きますね。さあこれが一番ね、うん、大きい子ですね。誰が食べますか、はい、みたいな喧嘩になった。でこうして揚がったものを盛り付けますが、はい、今日はお皿にレタスの千切りと、はい、それからかぼちゃをね、鶏肉を下味付けてる間に180度で素揚げしてあります。で素揚げしたものを用意していただいて、はい、添えるとなかなか綺麗ですよね。そうですね。ちょっとやっぱり野菜もね。はい、いろいろ乗ってると楽しいですね、はい、一番大きいの下にしちゃいます取られないようにわー、これで出来上がりですね。美味しそう、はい、これで出来上がりました。はい、それで、はい、まずご覧いただきましょうか、はい、鶏の唐揚げウーシャンフェン風味です。そして横に添えられているのは、はい、これがウーシャンフェンとお塩と混ぜたもの、はいはい、こういう使い方もできるんで、ちょっとあのなんか他の揚げ物にもお使いになっていただけると思いますが、今日はかぼちゃは味がついていないので、うん、ちょっと振って召し上がればいいんじゃないかなと思います。すみません、もういただきます、はい、いい香りします、うん、いつもの唐揚げと違う。あ、そうですよね、うん、ちょっと違いますよね、うん、なんかちょっと本格的な感じがしますね。お店で食べる感じ、ちょっとこうね、あ、うん、そうですね、もっといい香りがして、うん、美味しいですね。では材料をおさらいします。鶏肉の下味にウーシャンフェンをプラスして揉み込むと本格的な味になりまして、肉の癖も抑えられます。衣は卵に片栗粉と小麦粉を両方合わせて使うとジューシーかつカラッと仕上がります。さあ、そして今度はこちら、ひじきと豚肉のガラムマサラ煮です。はい、
これはですね、意外かもしれませんけれども、この味が本当に絶妙に合うんですね。これは豚肉も入ってるし、お野菜もたくさん入って、でちょっと変わった味になる麺になるおかずの一品です。うわー、なんか食べたことある人いなさそうなお料理ですけども。そうですね、はい、まずこの使うのがガラムマサラ、はい、マサラです、はい、こちらですね、はい、でこれは今ここ周りに5つ種類のものが置いてありますが、はい、これはですね、8種類から12種類ぐらいのスパイスを調合して混ぜて、混ぜたものがこれになる、はい、それになるんですね。でここは代表的なものが置いてありますね。コリアンダーですとか、クミンですとか、うん、黒胡椒だとか、ケイヒとか、ケイヒシナモン、それから辛味の唐辛子とか置いてありますけれども、もう本当に家庭によってそれぞれ味が違ったり、町によって、あ、そのガラムマサラのインドとかですか、はいはいはい、あ、そうですか、地域によってもちょっと味が違ったりするんで、それぞれのガラムマサラがあるということですね。さあ、そのガラムマサラと合わせるのが、はい、なんとひじき、はい、こう日本の和食の代表のような、はい、これは身ひじきなんですけれども、はい、これはさっと洗っていただいて、はい、30分ほど水につけてください。その後水をよく切ってください、はい、で身ひじきなので切る必要ありませんから、このままです、はい、で豚肉ですね、はい、これはもう豚こまを使います、はい、でこれは豚こまですので切れているので、まあ、ザクザクっと切ってくださればいいですね。そして調味料です。お醤油です。それからお酒です。それに片栗粉を入れて、はい、で混ぜます。それぞれ小さじ1/2です、はい、で下味にこうしてしっかりとこう揉み合わせておきます。はい、まあ、このようにひじきに今日は豚肉も入る、ちょっとおかず感がある感じですね、はい、そしてフライパンに今度ごま油入れます、はい、大さじ1/2です。そしてそこに薄切りにした玉ねぎを入れます、はい、まず玉ねぎ入りました。1/4個分です。で玉ねぎ炒めます。一番最初に玉ねぎ入れていただくのは、玉ねぎって炒めれば炒めるほど甘みが出ますので、甘みが出てくるまで炒めていただきたいので一番なんですね。この甘みがまたこれを味とよく合うので、玉ねぎの甘みを出します。なんか火通りがね早そうな感じがしますけども、はいはい、やっぱり甘みをしっかり出すということですね、はい、でここに豚肉を入れていきます、はい、下味がつけてあるものです、はい、やっぱりこのお肉に下味をちゃんとつけておくってそれは大事なことなんですね。なぜかと言いますと、うん、タンパク質こうして火がかかると固まってしまって味が染みていかないんですね、うん、だから外側は味があるけど食べてた中となんかあれだなってなるんですけど、一旦つけてあると全然そうもう味が染みているということになりますので、私なんかどうせ後で味付けするからもういいやと思って先に炒めちゃうんですけど、やっぱり下味しとくと美味しいですもんね、お肉もね。時々言われるんです、いつもね先にいつも塩コショウで下味しか言わないみたいに言われるんですけど、それをまずしておくっていうことがやっぱり最後の味を良くする。そうですよね、どうせっていうのはないんですよどうせって言っちゃいけないんですね。やっぱりちょっと美味しくするには一工夫がいるんですね、はいはい、そうです、ちょっとした手間ですよね。さあ、お肉の色が変わりました。そしたら人参ですね、はい、人参を入れます。これはちょっと太めの千切り、はい、細いですかね、細切りっていう分ですかね、細切り、はい、でこれで今人参がこう炒めていくとツヤツヤとなってくるのが分かりますかね。さっきよりもツヤが出てくる、はい、こうなってきたら大丈夫ですので、ツヤが出てきたらピーマンを、ピーマン種を取って細切りです、はい、でピーマンも今2色使っています。その方が出来上がりがなんかねとってもね生き生きとしたお料理になるので2色使ってますが、はい、もうグリーンだけでも人参の色がありますので大丈夫です。でこれでピーマンもツヤツヤとしてくれば、はい、そうか、ツヤツヤが目安なんですね。ツヤツヤとしてくれば大丈夫です。こう全体にこう回ったということで、いよいよひじきをここに入ります。こんなにたっぷり入りますたっぷりありますね。まあこれ作りやすい分量なんですけれども、はい、このひじきは作り置きもちょっとお料理保存もできるんですか。はい、これできます。だからちょっとした常備菜的な感じにもなりますね。これがあると嬉しいですね、はい、お弁当のおかずにもいいですよこれ。あ、本当ですね、でもお肉も入ってて野菜もいろいろ入ってるからバランスもいいですもんね。そうですね。そしてこれもひじきも全体にこうツヤツヤとこう
なってきたら、はい、調味料を入れていきます。はい、まず一番最初にお砂糖ですね。お砂糖を入れます。小さじ1です。はい。それからね、このコツはケチャップをちょっと入れるっていうことですね。時期ですよ。そうなんです。ケチャップ大さじ1入ります。はい、そして、まあ、王道のお醤油。はい、大さじ1です。それから、ちょっとスープの素を入れます。チキンスープカップ3分の1です、はい、これはチキンスープの素をこう、はい、溶いたものですね、はい、そしてここにガランマサラを入れます、はい、最後にガランマサラ、はい、小さじ1から大さじ半分、ちょっとこう最後に辛みが入るわけですね、香りと香りとね、うん、そしてガランマサラはね、あのカレーの時もそうですけど、うん、あんまり最初に入れないというのはあんまり長く煮ると香りが飛んじゃうんですね、ですから最後の方で入れればいいということで、これでさあどうでしょうか、全体に汁がいって、この汁がなくなるまで、はい、煮詰めていきます。はい、煮詰めていきます。なくなるといっても吸われるまでね。で、あのよくあの皆さんにこうしてお見せしてるとこれぐらいでもうないですって。ないかもしれないけどまだあるよねって思っちゃう。ああ、本当に煮詰める。こうすると、うん、あの持ってからまた汁が出てきちゃうんですね。だからもうちょっとこう煮絡めていくような感じでしていきます。そっか、このね、仕上げ具合が結構肝ですね。そうですね。こういうものは、あの、ひじきの煮付けだとか、はい、それからきんぴらでもそうですね。最後の汁のこう絡め方、調味料を。で、これ、音がどんどん大きくなってきてるの分かりますか？じわじわじわってきます。どん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 大きくなってくるんですね。こうしてくると、どんどん飛んでくるから、水分が飛んでくるから音が大きくなってくる。だんだんあの水分なくなってきてるよって音が大きな音。そう。そしてこうやってやってももうあんまりほら出てこないですよね。はい。この確かに。だん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 粘ってきてるっていう感じ。粘りがある感じ。そうですね、はいはい。こうなってきたらもう大丈夫ですので。わあ、でもこの香りもいいですね。これ食欲そそられますね。これはあのちょっと磯の香りと、はい、他の野菜の香りとが混ざってね。はい。さあこれでどうでしょう。ほら、こんなに水分がこっちで見えますかね。見えますね。こういうないのと同じですね。これで出来上がりです。お腹空いてきました。美味しそうな香りがしますよね。これはね、ご飯にも合いますし、はい、それから私あのパンにも挟んでも食べちゃっています。あのガラムサレマサラを入れると、うん、パンにもこう挟んでもなんかちょっとあのピタパンみたいなのに、ね、入れて食べると美味しいですね。いや、ひじきもまさかこんなお料理に自分がなると思ったこれで出来上がりです。はい、出来上がりました。ひじきと豚肉のガラムマサラ煮です。本当にね、彩り綺麗ですね。いただきます。さあどうでしょう、初めての味は。おお、美味しい。あ、全然パンに合う、合う感じ。パンに合う。パンに合う。ケチャップも入ってるし、なんかいろんな複雑な味がしますよね。複雑な味。いや、ほんとこう、あ、ご飯もいけるし、パンでもいけるなっていう。はい、そうですね。これは新しいひじきですね。では材料をおさらいします。はい、豚肉は細切れ肉を使って食べ応えをアップさせます。ガラムマサラは香りが飛びやすいので最後に加えましょう。スパイシーな味付けで具沢山のご飯もそしてパンにも合うひじき煮です。いや、ちょっとスパイスすごいですね。いろんな料理に使えるんですね。あ、そうですね。最初少なめからあの使って自分の好きな味に好みの味を探して行かれると、はい、スパイスの世界奥深いですから。本当ですね。お料理にいいアクセントになると思います。はい、あのひじきだったり唐揚げだったり、はい、おなじみの料理に使えるっていうのも心強いですね。はい、そうですね。うん、ぜひぜひ皆さんもね、あの普段の日常のお料理に生かしていただきたいですね。はい、さあ今日ご紹介しました料理はテキスト5月号に掲載されております。で、他にもですね、鶏レバーのウーシャンフェニーなども載って、本当にスパイスいろいろ使ってます、ね。はい、これからね、蒸し暑くなりますからね、はい、ちょっとしたアクセントでね、食欲増しますよね。はい、うん、ぜひぜひ皆さんスパイスで元気に毎日お過ごしいただければと思います。今日は高木純子さんに教えていただきました。高木さんどうもありがとうございました。今日も一日ひだまり屋。お腹すいたな、まんじゅう食べていい？よく見てみ、これも植物じゃ。うわー、いきなり妖術？見よ、自然の造形美。
これガーデニングじゃなくてボルダリングじゃん。形が面白い植物いっぱいあるじゃろ。こちらの趣味の園芸テキストに番組内容が掲載されています。合わせてお楽しみください。